喫死郵政は、アスカ時代の豪族、南波バ喫死郵とも言う、県随港使いとして、おのの妹子に従い、隋に渡っている。喫死一族は、外交事務で多く活躍しており、喫死岩金が白木に派遣されたのは、水戸天皇5年のことであり、除名天皇5年1月にも、喫死一族が、当時、公表人らの創始になっており、白地四年五月には、喫長丹、 吉ッ駒が検討士として派遣されている。水古天皇16年4月、朝廷の命により、畜死に派遣され、県隋士として派遣された、小野の妹子の帰国に同行してきた隋の使者、廃生生らを出迎えている。この時、朝廷は隋士のために、新しい館を南馬の高来の館の上に建造している。同年9月隋士を送るため、 再度、県随使として都会する大使、小野の妹子や、通字倉作りふく里と共に、小遣いとして都会した。その際に、隋の容態に当てた国書には、妹子と共に、大礼祖陰公、大礼家、なりを、県して、王でしむと記されていたという。その後、秋9月に、小野新妹子等、大東より至る。ただし、通字くりのみ構図とあるため、同年中に、 おののい子と共に帰国したものと思われる。その後の自責は不明である。聖徳太子伝歴にも名前が現れている。ありがとうございます。